株式会社悪の秘密結社プレゼンツイオンモール福岡スペシャルヒーローショースタートです。拍手。そして秘書兼経理部長のメイド執事です。そして僕たちは戦闘社員のカラミーです。ここイオンモール福岡に来るのは今日で3回目3度目の正直ってやつだ。今日こそはこの会場を我々のものにさせていただく。でも2度あるタラミー君、そういうテンションの下がることを言うんじゃないぞ。ごめんなさい。とにかくこの会場を襲い我々のものじゃするのだ。行け。稟議承認、即実行。山城ガス株式会社営業部ヒーロー課山城。なんか邪魔が入ったか。ヤバイ仮面さん、この会場を襲うことは許しませんよ。いつも邪魔者、ご苦労様です。お前たち、山城もやってしまえ。行きます。これで決めます。山城悶絶法廷点検。はぁ、どこが点検だ。ただのキックじゃないか。まだやりますか。社長、ここは一旦引きましょう。仕方ない、一旦引くぞ。また逃げられてしまいました。と、いけません。会場の皆さん、こんにちは。声が小さいですね。もっと大きな声で、せーの、こんにちは。元気な挨拶、ありがとうございます。私の名前は山城。佐賀県にある山城ガス株式会社所属のヒーローです。よろしくお願いします。しかし山井仮面さん、今回は何を企んでいるのでしょう。考えても仕方ありませんね。パトロールにでも行きましょう。皆さん、もし山井仮面さんたち悪の秘密結社を見つけたらすぐに教えてくださいね。よろしくお願いします。ではまた後でお会いしましょう。
が大体おさっきお前が二度あることは三度あるとか言うからいけないんだぞ。これだけ広い施設です。何か役に立つアイテムが見つかるはずです。あーでもあいつらちょっと抜けてるからな。まあまあ俺が使えないマッサージ機とか持ってきたし、いやそれでもよかったんだけど。大丈夫ですよ、カラミーさんたちは真面目なので同じ失敗は繰り返しません。そうだな、よし戦闘者たちを信じよう。向上につながり作業効率もアップします。ぜひ導入をご検討ください。ああ、まあお前がそこまで言うなら戦闘社員、このシャツはお前に買ってあげるから、これを着てもっともっと仕事に励むように。マジですか、うおー社長太っ腹。さすが社長、賢明なご判断です。しっかり働くんだぞ、給料以上に働け。はい、もっと何かないか探してきますね。あら、出てこいてくれ。うん、これでうちの戦闘社員たちも少しはパワーアップするだろう。そうですね、みんな喜んでくれると思います。熟睡モードですよ。え、今
すぐに寝ちゃうって言いました。そりゃいい作戦を思いついた。戦闘車そのスマート Z マットレスをそこに設置するのだ。ここで寝るんですか社長。さすがにそれは間違う。いいか、ゴニョ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 シャッゴニョゴニョ。なるほど、じゃあ早速準備しますね。設置完了しました。よし、よくやった。それでは作戦開始だ。食べた食べた。さすがイオンモール福岡、相変わらず美味しいお店がたくさんだ。満腹でもう動けそうにない。おっと、会場のみんなこんにちは。私の名前は北九万、福岡県北九州市の観光大使で、おそらく九州、いや日本一イケメンのヒーローだ。お、気持ちよさそうなマットレスじゃないか。食後の休憩にちょうどいい。よいしょっと。なんだこの体重を押し返す心地よい感触は。寝返りや起きる時の負担が少なく、ゆっくり熟睡をサポートされている感じが。あれ、こっちにもいませんね。あ、あれ、誰か倒れてる。大丈夫ですか？ツイッター更新しないとな。あ、寝てるだけか。おい、起きてください。あと5分。悪の秘密結社がいるかもしれない場所で寝てたら危険ですよ。起きてください。仕方ないな。おはよう山城。なんか置いてあったんだけど。いいよこのマット、すっごい気持ちいい。ぐっすり眠れるから日頃の疲れがよく取れる。本当ですか？それはすごい。せっかくだから山城も試してみなよ。じゃあせっかくだからやってみます。どうぞどうぞ。よいしょっと。はいよ、もう寝ちゃったよ。はあ、私はぐっすり寝て体力回復だ。でも体は硬いままだな。マッサージでも行ってほぐしてくるか。それでは針治療でもいかがでしょう。ああ、じゃあよろしく。って、この声は。ごきげんよう、北九万さん。針治療といっても、刺すのはこの私の剣ですけどね。いや、それは痛そうだからいいや。というか、また悪の秘密結社か。懲りないね。またとは失礼な。いくらあなたでも許しませんよ。戦闘社員さんたち、行きますよ。あ、カラミーたち何着てんだ。え、これですか。これ、社長が買ってくれたんですよ。へえ、ヤバイ仮面たまにはいいとこあるじゃん。はい、弊社社長は従業員を大切にしてくださるので、その思いに応えるためにもあなたを倒します。仕方ないか。行くぞ山城。ああそうだった、私が山城を寝かせちゃったんだ。さすが社長、この極上寝具であるスマート Z を見ると、誰でも一度それを使って寝たくなるだろうという目論みがうまくいきました。これで戦えるのは北九万ただ一人。いきますよ。ああちょっと待て待て、山城ほら起きろ。ほらふにゃふにゃ、 LP ガス普及 98%。やったー。
ダメだ。諦めなさい。あなたはもう終わりなんですよ。さあみんな、野球部を応援しましょう。せーの、もっともっと大きな声で、せーの。北九マン、これであなたも終わりです。やばいって、山城マジで起きろ。ん、あれ、北九万さん、どうしました？ああ、もう見ての通りピンチだ、助けてくれ。ピンチ？あれ、もしかして今戦闘中ですか？そうだよ、マジでやばい、助けろ。はい、お母さん。まだ寝ぼけてる。もうとりあえず行くぞ。はい。来た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 、誰が来た？私が来たぞ、北九万。A superhero of 北九州。稟議承認、即実行。山城ガス株式会社営業部ヒーロー課、山城。寝起きとボロボロのヒーローで私たちに勝てるおつもりですか？ああ、山城が何とかしてくれるな。はい、ここから必ず挽回します。そうですか、では行ってらっしゃいませ、ご主人様。あの世へ。寝起きだというのに、なかなかやるではありませんか。やってしまった失敗は仕方ありません。ですが、ここからどう挽回するかが重要なんです。いきますよ。なかなかやりますね。ここは一旦引かせてもらいます。逃がしませんよ。作戦は順調のようだ。いや、しかし山城まですぐ寝てしまったエアビームのスマートZか。なんだろうな。誰もいないし、ちょっと試してみるか。はよっこらセット。なんだこの解放感、すごく軽いな。俺のこのメカメカしい体も、しつこいヒーローたちですね。レイド執事さん、逃がしませんよ。ごめんなさい。あ、社長、申し訳ございません。ん、なんか踏んでいる。あ、やばい、仮面か。行くぞ、レイド執事。そんなところで寝てるからだろ。人がせっかくゆっくり寝ていたところ、もう許せん。
とどめだ。決めます。必殺北九キック。北九マンズエディション山城キック。もうダメだぜ、戦闘中に寝たりしちゃ。も、申し訳ありません。でも、寝るように仕向けたのは北九万さんじゃありませんか。そうだっけ。まあいいじゃん、みんな守れたんだし。そうですね、本当に良かったです。ああ、それにしても今日はいっぱい戦ったから疲れたな。ああ、そうだ、さっきカラミーたちが着てた楽シャツスポーツを着て、エアウェーブのスマート Z でゆっくり休もう。それはいい考えですね。そんで手もみんでマッサージしてもらって極上の睡眠の準備をするんだ。最高だ。マッサージですか。羨ましい論です。羨ましい。あ、山城も後で一緒に行くか。いいんですか。ああ、もちろんだ。それじゃあみんな、また後で会おう。皆さん、今日は大きな応援本当にありがとうございました。それではまた。バイバイ。